ルーイカットは南アフリカ製の八輪式装甲車である。ルーイカットとはアフリカンス語でカラカルの意であり、直接的には赤い猫という意味である。なお、アフリカンス語の発音をカタカナに転火した表記としてはロイカットがより近いため、日本ではロイカットと表記される例もある。本社は偵察や火力支援、対戦車戦闘を 主な任務とする大型の送輪走行車両で、フランス製のアマル走行車と、そのライセンス生産型であるエランド走行車の後継車両として開発された。フランスの AMX-10RC やイタリアのチェンタウロなどの類似車両は 105mm 砲を搭載しているが、ルーイカットの手法は、関西用のオートメラーラ 76mm 砲と同系列のものとなっている。これは、 昇降系ではあるが、仮想的である、アンゴラ軍の主力戦車である、T、T-54、T-55、T-62 の装甲を貫通させられる程度の威力を有する高所速弾であり、この選択により、車両に搭載可能な手法の砲弾数を増加させている。なお、イスラエルのメルカバ戦車や韓国の K1 戦車の初期型も同様の理由で、 同時期に開発された同クラスの西側の戦車よりも、一回り小口径の 105mm 砲を採用、搭載しており、ルーイカットもこれらと共通した武装選定となっている。2000年には、主砲 o GT7105mm 対戦車砲に、乾燥四角き完成装置を近代化する回収が行われ、ルーイカット105の名称が与えられた。 車体を共用し、砲塔のみを変更した各種の派生型が構想され、レーダー化機関製装置付き連装 35mm 機関砲搭載の自走対空砲型である、ルーイカットザ35、ザ35の機関砲を、ウムコント股艦防空ミサイルを転用した、死対空ミサイルの発射装置に変更した自走地対空ミサイルである、ルーイカットサム、 ポーランドズ・ウォティ3体戦車ミサイルの発射装置及び、照準装置を装備した砲塔を搭載した、ルーイカット対戦車があったといった、各種派生型のモックアップ及び試験車が作られたが、いずれも生産はされずに終わった。南アフリカ軍では、1993年のアパルトヘイト制作廃止まで、アンゴラ侵攻やナミビアのスワポ相当作戦にラーテル、不評戦闘車などと共に従事した。 南アフリカ共和国輸出は振るわず、採用は南アフリカのみにとどまっている。ありがとうございます。